いやーのどかだ、相変わらずののどかな道を走っております。さすがに桜のピークは終わったみたいでね、もう葉桜になってますけどもね、その葉桜が季節の移り変わりをさらに感じさせてくれるのよね。夏が近づいてるなもう夏かいってね。さてさて、山の方に入ってきましたが、目的地はもうすぐ到着というところでね。お、猫ちゃんじゃないか。はい、実はね、神社に来ておりましてね、到着ですね。それでは改めまして、皆さんこんにちは、バイカーシンです。はい、本日もツーリングに出かけておりましてですね、ただいま姫路市に来ておりましてね、そしてそこに見えますかね、神社があるんですよ。ちょっとね、神社まで行ってきましょう。その神社というのが、ちょっと見ますね須浜神社というんですよね。僕も以前から存在は知っておったんですね。池の中にポツリと浮かぶ神社ということでね、映えスポットということでたまに SNS で上がってる時もありましたよね。読んでみますとね、1617年に灌漑対策として水路とともに作った神社ということなんですけどもね、早速見に行きましょうか。お、すごいね、なんか池はあまり綺麗じゃないなあ、ここか。さあ、それでは次に向かいましょう。はい、そして今回ね、どこに向かうかと言いますと、海に向かいます。瀬戸内海の方を今回は攻めてみたいと思うんですね。瀬戸内海といえば海の幸、何かしら海鮮食べたいなと思いますね。前回は山の方、そして今回は海、山あり海ありってなんていい場所だそんなわけで今回は天気も良くて最高です。テンション上げていきましょう。そしてちょっと近況の話なんですけどもね、やぶようでね、大阪の自宅に戻ろうと思いましたがね、家に帰ろうと思うと連絡入れたところ、奥さんの方から連絡来ましてね、いや帰ってこないでほしいという風な連絡が来ました。はい早速もう拒否されてますよまあよくよく聞くとね、娘がねちょっと高熱出たらしくて、奥さんの方もねちょっと熱が出たということなんですよ。ということはもしかして、もしかしたら流行り病ということでね、ちょっと危険なので家に帰ってこない方がいいということでね、今回もちょっと家の方には帰らず、それならばと仕方ないよねということでバイクでうろうろしてるという次第なんですねはい、私の方はね相変わらず元気にしておりまして、確かに簡単な仕事でもなく片手間にできる仕事でもないんですけどもね、しっかりとオンオフ切り替えて楽しくやらせてもらってます。そして今は姫路市内、せっかくの姫路城にでも行けばというところなんですけどもね、今ね姫路城すごいことになってるんですよ。めちゃくちゃ人が多いんですよ。そして周りの渋滞ね、はい、この桜と姫路城ということでね、観光客がえげつないですよ。実は昨日ね、あの仕事で姫路城の近くに行ったんですけどもね、いやもうこれ絶対行かんとこうと思いました外国人観光客の多さが半端ないです。ちょっとねこの混雑の中行くのは苦痛にしかならないんでね、もう姫路城はもうパスパス。どうやら皆さんでゴミ拾いをしてるみたいですね。素晴らしい。この右手を流れるのは揖保川ですね。さあそれでは海辺の近くまで時飛ばし、さあやってきました、国道250号線海岸線をザーッと走っていきましょう。さあそして道の駅三つやってきましたよ。道の駅三つに到着しました。実はここね、ここも関西ライダーの聖地ということでね、はい、
上階に来ました。いやー眺めは最高ですね。そしてこの屋上テラスから降りていくと、海辺に降りていくことができますね。みんなが幸せになる鐘ということでね、ちょっとね鳴らす勇気はございません。おっと白バイもツーリングしてますよ。そしてこの道の駅3つなんですけどもね、僕も初めて来たんですけどね、あのスペースにねライダーが集まってるんですけどもね、あの狭いスペースにギューッとライダーが押し込まれてる感じがしてね、そして常連の人たちが多いんですかね、なかなか近づこうとは思えないです。アウェー感を感じてね、どうもね僕のような初心者にはね近づきがたい雰囲気ですねなのでこうやってねちょっと離れたところにいております。でもね景色は最高ですよ。本当気持ちいい。もうここでねずっとぼーっとしてたいね。そしてねただいま時刻はね10時19分ということでね、10時半からレストランが開くようなんでね、そこでちょっと早いランチでも食べましょうか。せっかくなんでね、あと10分ほど待ちたいと思います。それでは行きましょう。バイクも増えましたね。さあ道の駅三つを出発して、ここは国道255線、播磨シーサイドロード、海岸線を走る絶景ロードですね。快適なワイディングロードですね。ここら辺でもクイってね、カカ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 っていい感じで曲がれそう。おお、なんやこの今のあれディスペクからめっちゃなんか攻めとったぞこんなとこで攻めといてさあ次目指すところは室津港でも行きましょうか。よし、ここを入っていこう。高架の橋を降りていきます。スロープになってるんやね。後ろ来てないね。おこの漁港の街並みいいね。お何かと思えばこれはガソリンスタンドか。ここに見えるのは牡蠣の養殖棚ですかね。
さあ、播磨シーサイドロードも終わりましてね、次は道の駅あいおいペーロン城行きましょう。ここは桜ロードか。柵に桜の絵がずらーっと描かれてますね。あいおいペーロン城到着。独特の道の駅ですよね。ここもね、僕何回か来たことありますね。さあ、それでは出発しましょう。改めてね、こっちから見たらすげえ形ですよね。これ道の駅か。はい、そんなわけでね、今回のツーリングは以上で終わります。海岸線も気持ちよく走れて、このままね、安全運転で帰りましょう。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。では。